はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。というわけでいきなりではありますが、いや、心理テストを行います。心理テスト、はい。液体に入った綺麗な瓶、ラベルには愛の雫と書いてあります、はい、この液体は次のうち一体どれでしょうか。お酒です。まだ何も言ってないけど、お酒は1個しかないな。あ、まあ、じゃあ、まあ、とりあえず1、浅摘新鮮フルーツジュース、うん、2、ヨーロッパの貴婦人御用達高級赤ワイン、うん、3、若々しさをキープする美肌化粧水、4、官能的な夜を過ごせるセクシーラブコスメ。4 あれ、お酒あったのに。4、このテストではあなたが愛とはどんなものだと思っているかがわかります。え、もうさっきね、もう空いてる時間に愛について語りましたからね、語ってましたね、はい、ズバリ言いますね。はい、ズバリ来てください。4を選んだあなた、はい、愛といえばセックスと思ってます。すごいじゃん、さっきのさ、あの裏で会話してたのと大違いの答えじゃないですか。そうですね、大違いですね。その心理テスト嘘なんじゃないですか。ちなみに、はい、そのお酒だったら、はい、愛は人を酔わせるものです。酔いてー。酔いてー、やっぱ愛だよな。アドバイスが欲しいというのもあったじゃないですか、収録で。ああ、そう、あの、まあちょっと相手というかあれは言えないけど、うん、彼女が欲しい、しあれなんじゃないの、すぐ恋愛って思わないで、うん、あの女性とあの普通に飯行ったりとか遊びに行ったりしてみてらいいんじゃないの。うん、うん、まずは女性が考えつうか、女性のことは女性に聞いたらいいんじゃないので、女性は男性に聞いた方がいい。そうだね、うんうんうん、それが男なんじゃないの。は、今自分で何言ってんだろうと思っちゃった。今のがオチになったんじゃない。今何言ってんだ自分でと思った。